お願いします。フジテレビ月9ドラマ主演情報が報じられておりますので、いつどこで何が追っていきたいと思います。失礼します。富士伝統のドラマ枠月9、今期は永野芽郁、山田裕貴というイケメン美女な夫人の君が心をくれたから、いろんな意味で話題を振りまいておりますけれども、来期以降の情報飛び交っております。以前次期4月クールは広瀬アリスがヒロインを務めるとお伝えしましたが、こちら関連動画などもご参照ください。ストーリーはやはり恋愛ドラマのようです。広瀬さんといえば前クールなにわ男子の道枝駿佑、ミッチー氏、今期はテレビ朝日系マルスゼロの革命、こちらに主演してますね。相変わらずイケメン、美しい。そんな道枝氏と共演した TBS 火曜ドラマ前春、あるいはストーンズ松村北斗、松村氏は上白石萌音さんとのダブル主演映画夜明けのすべてが公開されますけれども、北斗氏との富士月獣、恋マジなどなど、見る者を引きつけて離さない魅惑女優。またしても麗しき沼に引きずり込んでくれることでしょう。で、広瀬さん、今月雑誌のインタビューで、私にとってのパワースポットといえば沖縄、自分の中でとても大切な時間になっています、など語っておりました。月9ドラマは沖縄が舞台になるそうなんですよね。そしてそのまた次のクール7月期、スノーマン目黒蓮が主役を張るとのこと。こちらも動画やっておりますので見ていただけたらと思います。夏、海がテーマだと言いますが、ということはなんてね。ちなみに目黒氏のレギュラーを務める TBS それスノーマンにやらせてください、それスノ、先週も面白くて男前でしたが、広瀬アリスさんも出てましたね。スノーマンとの共演やりとり麗しかったです。永野芽郁、広瀬アリス、目黒蓮へ、美女イケメンリレー、流麗であります。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。